やばい、金がない。体力もない。とりあえずお父さんは電球を交換するよ。いやー、いやいや。いやいや。しかもまた男の子かい。もう嫌や。厳しい。次男やから、次郎でよ。ひげ次郎でよ。島次郎みたい。ベネッセにめっちゃ怒られる。困ったなぁ。赤ちゃんを歓迎する。ああ。俺の気持ちとは裏腹に、歓迎ムードかいな。歓迎終わった?じゃあちょっと、運ばしてね。この位置じゃないとな。じゃあ、やっぱデビーはもう子供の面倒を見る係やな。この料理スキル上がったらもう、それで頑張ってもらおう。やっぱりシムの自由コードはオフにします。うん。そうじゃないと多分やっていけ。子供はどうしようかな。ソニックシャワーは使えるか?使えん。泣いとる。時間止めよう。お。お前面倒見てくれるんか?よしよし。ようできた子やで。どうしようかな。自由行動をオフにするとどうしても空き時間ができてしまうからな。あ、頑張れ。よしよし。歌ったれ、歌ったれ。ええ子やなぁ。電話や。電話出れるか?私だ。これから24時間の間は6がとても重要な数字になるでしょうと言ってみます。何言ってんねん、アホ。よし。てか、衛星どうしたらええの?ソニックシャワー使えへんぞ。ほんで、この風呂も使えへんやろ?え?歯磨き手洗いだけです。なんとかせなあかんの?ちょっと待て。でも467円しかないしな。一応見てみるか。でも子供のために、子供のために、バスタブ増やす家なんか聞いたことないぞ。この風呂売るか。この風呂売ろ。これで金にして、一回ちょっとお金にさせてもらって、後でまた買い直そう何かしら。生活に余裕持たさんと。食器洗い機も買おう。子供の風呂はどうしたらいいかやな。シャワー浴びれるかな、子供は。まあ、バスタブか。じゃあ、ここ。あ、そうか。同じ部屋で寝てもいいんや。ここにしよう。あとは
あ、そうか。あとはあれや。アロママシーンや。よし。風呂。よし、入れる。子供が泣き出さんことを願う。願うってか祈る。やっぱシャワーの方が良かったかな。さっと入れて、さっと出れるから。顔も洗えよ。洗った方がええって。心地な。座って。すまんな、ちょっと。アロママシンは効果が高いけど、確か使うたびにお金がかかるから、あんまり対応できん。よし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 。泣いた。頼む。めっちゃよくできた声。で、何の音それ。エロい音を出しとるな、君。あ、ミルクを飲ましてる音か。トイレ二ついるな。わかった。まだちょっと改装します。めっちゃむずい、このゲーム。もうほんまに遊んでられへん。遊んでたらクリアできんぞ、これ。あかん、ちょっと。やっぱ自動、自由コードをオンにしよう。その上で、トイレをもう一つ。で、壁や。間違えた。柵にしてもだ。壁。こっちには風呂も置いとくか。目覚まし時計と机はいらんねんな。起きる時間一緒でいいから。中央のこの部屋を広くできるといいな。ちょっと狭いねんな。よし。で、こうして、で、この壁をなくす。これでいいか。よし。これでトイレ使えるやろ。よし。おう！オッケー。バカウケやないか。もうちょっとこっち、おかんが狂っておる。もうそんな時間か。うわぁ、えらいこっちゃな。いつの間にか。はいはい。トイレ使って。で、また電気割れたもん。よし、じゃあ、家出るまでの間。目いっぱい。楽しんどこ。おーい、がな。あー、しまった。しまった、子供の頃、ことをすっかり忘れた。頼む。行ったな。
え、トイレ行ってないやん。え、なんでお前トイレ行ってんの。お前そんなんばっかりやぞ。これはもう嫌な予感しかせえ。歌うのなしでええから、頼む、行け頼む。あー、やっぱ泣いとる。もう。ちょっと待って、ちょっと待って。はい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 。もう、その手洗いとかちょっともうええから、いや、手洗いはまあそらした方がええけど。頼む頼む。あかん、もう。子供ができてからほんま忙しすぎて、あかんなぁ。遊んでる感じがせえへんもんね。よしよし、帰っていいか。はいはい。迷惑な親子やなぁ。どいたれよ。いや、どいたれよ。何を楽しそうに話しとんの。友達いつ作ったんやん、こんな。早く早く。あかん。ああ、ちょっと待って、誰がいける。これ、厳しいなぁ。とにかく、もうほんま、またこれは。またこれはもう作業感しかないぞ。よし。テレビを見なさい。めっちゃ笑うとる。こんなんがええんやな、やっぱ。これ確かアニメ番組やった。顔面はホラーやけどな。ああ頼む。よし。飯や。よし、うまいもな。それを終わったら食べような。すまんな。いや、もう、俺もこんな、できることならこんな子供をこき使いたくないねんけど。どうしたってな。よー、お腹がいっぱいやけども子供のために、二皿目を食べる年ぞ。よしよしよし。一緒に遊んだりできるのかな。それはもういいか。じゃあテレビ見よう。よしよしよし。お、一緒に見とる映画な。お前も一緒に見ろ。よし、間違えた。映画なぁ。えら。よし。子供をお風呂に入らしてる間に、ちょっと、そういえばまだやってなかったかな。口づけをしよう。イエーイ。やっほー。あ、割とそっけないな。あ、割とそっけない。曲めっちゃ余っとったやん、長さ。まだ。ちょっと。飯やめろ。デビーがなんかおかしいねんな。腹減ってるくせに、あ、腹減ってないくせに飯食ったりとか、便意がすごいのにトイレ行かんかったりとか、
なんかちょっとおかしい、この子。裸足やし。今一瞬気づいたけど、こうしてからこうすると、あの、網タイツ履いとうみたいにね。めっちゃ泣くやん。あ、めっちゃ泣くやん、こいつ。うとたれ、うとたれ。だー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 三国志1のメインテーマやね。誰がわかんねん。お前、そこは三国志よりも青き狼と白き目鹿ジンギスカンだろ、JK。言ってね。誰がわかんねん。こう渋沢しかわからへんわ。あかん。俺はまた体力がないから、友達作りせなあかんねんけどな。お前これで一緒に寝れるか？あ、寝よ。まあまあ別にそれは親と子はそれはラブで、それは結ばれとるわ。そりゃ。ああ、泣いた泣いた。そんな気がしとったわ。そろそろや思ったわ。はいはい、ミルクあげて。あ、歌ったれ、歌ったれ。はいはい。よしよしよし。てん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 。お前なんで子守歌のチョイスがくるくるランドの音楽やね。ああ。あかん。こんなんでええんかな。こんなんでええんかな、この動画。ああ。くるくるランドって。今のあのファミコンソフトくるくるランドで、あのステージクリアした後の、あのボーナス特典が入っていく時の動きな。動きの時の音な。まあよくわからない人は、あの、各自調べてください。デビーめっちゃ技術上がっとる。お前だから、ほらやっぱこいつおかしいんやって、体力ないのにこんなことするんやもん。体力全開すぎる。うわあ。キロキロ。よしよし、歌ったれ歌ったれ。んてんてて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 てお前なんで子守歌が。ファミコンのディスクシステム、ファミコン昔話、悠々期のタイトル音楽やね。悠々期おもろかったな。あかん。やることがなくなってきた。子守歌の時に適当な歌を歌うっていう以外の遊び方が今んとこない。おお、子供は別に何をしとるわけでもないのに歌っとる。それで楽しいんかな。ドコモが遊び場になるんやな。また体力がいまいちやな。
友達作りせなあかんのにな。スポーツの話をずっとしとるな。子供が泣きませんように。いや、やっぱちょっと怖いわ。念のため起きて、こっちで寝直して。すまんな、デビー。あー、ほらもう。あー、よかった。あ、電話や。もう電話とかもいいよ、もう。ほらほら。歌ったれ。アスファルトタイヤを切りつけながら、暗闇走り抜ける。歌ったれ。よし。オッケーオッケー。さあ寝よう。いい曲やけども。どうせテレサやろ?ほら、もう、ええよ。ほら、もっと歌ったねしろ。いやー、もっと歌ったねしろ。歌。うたた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 。おもろ。うたたねのうたたの部分を、ケンシロウのあたたたたみたいに言うて使うのおもろ。俺のこの発想おもろ。どれやろな、体力は。ジュニパー&ローズ。ああ、なんや。故障か。なんやたらの故障か。どうや?あ、体力かかった。よかった。よっしゃー。ヒゲジロウ子供に成長。うふ、もうま、いやー、ちょっと、あの、これ何やってん、結局。ハッピーサンダースプリンクラー。いや、もうそんなんどうでもええねん。お前なんで第二子もこんな顔っていうか、また能力すげえな、こいつら。なんやねん。もうあかんわ、もう。